ダンスのカンコピレボリューションでスタートチーム、女子選抜チームスノーマンが対決、写真、河合ふみとジェシー宮近海ト＆千賀健との、ソレスのスタートチームオフショット河合ふみとがインスタグラムで、5月24日放送の、ソレスノーマンにやらせてください2時間スペシャルで放送の企画、ダンスのカンコピレボリューションのオフショットを公開した。ダンスのカンコピレボリューションでは、事務所の先輩、同期、 後輩からなる河合ふみと、ストーンズジェシー、トラビスジャパン宮近海と、キスマイフット通千賀県とでタッグを組んだスタートエンターテインメントチームと、桃色クローバー Z の佐々木彩香、高切れに、本田マリン、春菜愛からなる、ダンス女子選抜チーム、スノーマンの3チームが禁断の現役アイドル対決として、振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競った。肩を組み、 チームカラーの赤い衣装をまとった4人のオフショットは、センガ、宮近、河合は笑顔を浮かべジェシーはなぜか真顔で撮影。スワイプするとジェシーのピースに河合がピースをくっつけに行く様子が4枚にわたって掲載されており、センガ、宮近は4枚とも笑顔を浮かべたままという、よく見るとシュールなショットとなっている。わら、ファンからは番組を見た感想が次々に書き込まれている。